シャナッカレ県はトルコ北西部マルマラ地方の県。ヨーロッパ側をテキルダー、エディルネとアジア側をバスケスイル県と接している。イスタンブール同様にアジアとヨーロッパのそれぞれに県域を持ち、その海峡も極めて短い。このためアジアヨーロッパ交通の要所になっている。ヨーロッパの部分はデリボル半島からなり、アジアの部分は 歴史上をトロワスと呼ばれた地域である。これらはダーダネルス海峡に隔てられている。この海峡は毎日カーフェリーが行き交っている。この県は玉チェアダ島、ボズジャーダ島の2島も含んでいる。玉チェアダ島はトルコ最大の島である。この地で特に有名なのはギリシャ神話のトロイの神殿の遺跡である。これは トルコの世界遺産にも登録されており、トロイの木馬のモニュメントも立っている。第一次世界大戦のガリポリの戦いではこの県のヨーロッパ側、デリボル半島に英国をはじめ連合軍が上陸したものの、ムスタファケマル大佐率いる部隊の反抗にあい上陸を断念した。この半島は歴史国立公園として残され、 この戦いで散っていった兵士たちのために記念碑と墓地が残されている。ありがとうございます。